カルナは、インドのジョジシ、マハーバーラタに登場する英雄。クンティーガクルオーパーアンドの日となる以前に、太陽神スーリアとの間に生んだ子。主人公である、パーンダバ子兄弟と敵対する、カウラバの中心的人物の一人。優れた弓の使い手であり、大英雄アルジュナを宿敵とする。カルナという名は、耳、または耳飾りをつけたものを意味する。 また、耳輪と鎧を切り離したことから、バイカルタナという異名がある。クンティーは、パーンドゥと結婚するより以前、聖戦、ドゥルバーサスから、任意の神を父親とした子をむマントラを授かっていた。しかしながら、まだ少女のうちに、好奇心から太陽神スーリアを呼び出してしまい、カルナを産んだ。未婚での出産の発覚を恐れたクンティーは、生まれたばかりのカルナを箱に入れて、 川に流した。カルナは、ドリタラアシュトラの友人である魚シャーディラタに拾われ、ラーダーという要望に育てられた。クンティーは、スーリアの子を産む条件として、生まれてくる子供が、黄金に輝く鎧を所有することを要求した。その結果、カルナは、黄金の鎧と耳屋を身につけた姿で生まれてきた。この鎧は、皮膚のごとく、カルナの体の一部として繋がっていたため、 脱ぐことができなかったが、この鎧が彼の体にある限りカルナは不死身であった。カルナは、王家に仕えていた、東大随一の武芸者、ドローナから、クルの王子らと共に武術を習っていた。カルナは、ドローナにブラフマーストラの技の教えを行うが、あらゆる受けを成就したバラモンか、最も過酷な苦行を行ったクシャトリア以外には、その人儀は授けられないと言って拒否する。そのため、 カルナは山中に暮らす最高のバラモン病法者、パラシュラーマにバラモンであると身分を偽りで仕入りする。死のパラシュラーマを膝枕まくらしていた際、虫に噛まれて出血しても痛みに耐えたことからバラモンではないと見抜かれてしまう。それまで一心に苦養し仕えていたカルナをパラシュラーマは気に入っており、ブラフマーストラの技の他ビジャヤという強力な弓を与えていたが、 カルナが嘘をついたことを知り、授けたブラフマーストラの扱い方の記憶を失うで、アローと予言する。パラシュラーマの下を追い出されたカルナは、再び、ハスティーナプラへ戻り、ドゥルヨーダナに仕えて暮らした。ドローナの提案により、王子らの武芸の上達を、ドリタラシュトラ王と民衆に披露するために、開催された、午前試合に、カルナは、飛び入りで参加する。 アルジュナが見せた神技に観客が感動する中で登場したカルナは、アルジュナよ、そなたが示したすべての技を、この大観衆の前でしのいで見せようと言い放ち、アルジュナと同じ技を披露する。しかし、両者が死の許可を得て退治したところ、決闘を行うためには蘇生を明らかにすべきであり、王族は己より、下位の者と戦ってはならないというクリパの言葉に、カルナは急する。 そこで、パーンダバを憎むドゥルヨーダナは、その場で、カルナをアンガ王に即位させる。これで、王族同士となったカルナと、アルジュナであったが、会場に現れた、カルナの洋服、アディラタを見て、ビーマが、漁舎の息子に、アルジュナに殺される資格などないと言い放ち、それに、ドゥルヨーダナが反論したところで火が沈み、決闘は果たされないまま試合は解散となった。 パンチャーラオードルパダが催した娘のドラウパディのスバヤンバラにカルナはドゥルヨーダなら百王子や他の国王らと同様に参加する用意された号泣で的を射抜いた者が花婿ことなれるという課題に次々と男たちが挑戦していくが誰も弓を引くことさえできないその中でカルナは弓を手に取り満月のように引き絞ることには成功するもののドラウパディが あのスータ夫にするのは嫌ですと叫び、それを聞いたカルナは弓を投げ捨ててしまう。その後に、バラモンに憤したアルジュナが挑戦し憤していた、花婿選びの後、自らが計画した、パーンダバの暗殺計画が失敗に終わったことを知った、トゥルヨーダナは、不王、ドリタラシュトラにパーンダバたちの兄弟仲を裂いて、力を弱めようと提案するが、カルナはこれに賛同せず、 力によって彼らを倒すほかないと断固として主張する。ドリタラーシュトラはどちらの提案も採用せず、花嫁を得たパーンダバ子兄弟をとに迎え入れ、王国を二分し、未開拓地のカーンダバプラスタをパーンダバへ与えた。ドゥルヨーダナのおじであり、復讐の尺にが提案したサイコロ賭博により敗北したパーンダバは王国を追放される。 ユディシュティラが掛け台としたドラウパディを巻き上げられた際、カルナは、お前は、自分のものは何一つ持っていない奴隷の女房に過ぎぬ。さあ、とっとと奥へ行って、王たちの身内に貸し付くがいい。それとも、お前を、掛けの商品になどしない、新しい夫を選び直すか奴隷女が結婚によって、自由の身になるのは少しも、悪いことではないのだぞ、と、ドラウパディを強くののしった。 ドゥルヨーダナの弟の一人であるビカルナは、この賭博が正当ではなく、ドラウパディは奴隷となっていないと主張するが、カルナはこれを一括して黙らせる。ドリタラシュトラの鳥なしにより、再度行われたサイコロ賭博で、パーンダバご兄弟と妻のドラウパディは、王国を13年間追放されることとなる。この際、ビーマは、貴様とドゥルヨーダナは、必ず俺が殺してやる。 そして、カルナはアルジュナが、シャクニは、サハデーバが片付けるだろうと雪辱を誓う。アルジュナもまた、この俺の矢で、カルナとその部下全員をあの世へ送ることを誓うぞと、言い放ち、王国を立ち去った。パーンダバを追放してもドゥルヨーダナの彼らへの悪意が、収まることはなかった。カルナは、シャクニと共にパーンダバが森でみすぼらしい暮らしを、送っているとドゥルヨーダナに告げ、ドゥルヨーダナは、 パーンダバを恥ずかしめたいと望む。それに、カルナも応じ、牧場の視察を名目とすることを提案した。ドゥルヨーダナと連れ立って、パーンダバの近くに赴くカルナだったが、居合わせたガンダルバ族との争いでドゥルヨーダナを置いて敗走し、囚われたドゥルヨーダナを、当のパーンダバによって救い出されるという失態を演じてしまう。気落ちしたドゥルヨーダナを励ますため、カルナは兵を起こし諸国を従え、 世界制覇の偉業を達成した。これに喜んだドゥルヨーダナが開いたバイシュナバ祭りで、カルナはアルジュナを殺すまで足を洗わないという誓いを立てた。カリンガの王女の婿選びで、ドゥルヨーダナは、婿に選ばれなかったことに腹を立て、カルナの手助けを得て、力ことごとくで王女をさらった。ジャラーサンダ王はこれを聞きつけ、カルナに一気打ちの勝負を申し込むも、 カルナは、壮絶な戦いの末これを制し、友情の印として、マーリニーの町を得る。これにより、アンガに加えチャンパーも支配するようになる。パーンダバの追放から13年目に入ろうという頃、アルジュナに勝利を与えようとする、インドラ神の策略により、カルナは、黄金の鎧をインドラ神の持つ槍と引き換えに失う。事前に、これを察知した父スウリア神は、 息子に対し、どんな代償を条件に挙げられても決して渡してはならぬ。それは、お前の命を縮めることになり、パーンでの勝利を決定的にするからだと忠告をするが、カルナは、死は元より覚悟の上であり、インドラ神の願いを聞き入れて、耳飾りと甲冑を失い、戦場で倒れるなら、自分の名誉は一層輝きこそすれ貶められることは、ない。私、ま、から授かった武器で 宿敵アルジュナを倒してみせると宣言し、その忠告に感謝しつつ拒否する。カルナは毎日正午に沐浴し、父である太陽を礼拝する習慣があった。そしてその時、バラモン像が施しを求めてきたならば、何を壊れても望みの品を送っていた。そこで、インドラーは、バラモンの姿に化けて、正午に、カルナの前に現れ、彼の黄門の鎧を所望した。カルナは驚いて、 この鎧は自分の体と一体になっており脱ぐことができないと説明し別のものを要求するよう懇願した。しかしバラモンはそれを拒否し彼の鎧を要求し続けた。そのうちカルナはこのバラモンの正体に気づきその要求に応えることにした。代わりにインドラ神の持つ決して的を外さない槍を要求しインドラ神はそれを受け入れる。 彼は苦痛に耐えながら証券で体とつながっている部分を切り裂いて体を地に染め微笑を浮かべながら鎧をインドラに手渡した。この事実を知ってパーアンダバに組みする者は安心しカウラバに組みする者は大いに嘆いたという。松屋コックで隠れ住んだ一年を最後にパーアンダバの放浪が終わる頃、カルナは他の主要な将と共に 松屋に攻め込むがあルジュナが変装したブリハンナラーに敗北し、黄色の衣を剥ぎ取られる。その後、パーンダバが13年の放浪を終えて、もともと自分たちが治めていた領土の返還を求めるも、ドゥルヨーダナはこれを拒む。戦争を回避するため、クリシュナが平和施設としてドゥルヨーダナラを訪ねて、聖戦ナーラだ、武芸のシドローナ、王妃。 ガーアンダーリーと共に次々と説得を試みるも、ドゥルヨーダナはすべて拒絶する。ドゥルヨーダナは、カルナ、シャクニ、ドゥフシャサナと協議し、パーンダバ側の施設であるクリシュナを捕らえようとするが、失敗に終わる。その後、クリシュナはカルナに、彼がパーンダバの長兄であることを告げ、争いの無益と、本来あるべき姿であるパーンダバの長として帰還し、世界を手にする栄光を説いた。 しかしカルナは、聖典の起手によれば、自らがパーンダバ側の人間であることを分かっている、と言いながら、ヨーフボへの恩とドゥルヨーダナへの恩義から、パーンダバ側につくことはできないと説得を拒む。さらに、カルナは、パーンダバが勝利すること、戦争で、クシャトリアヤ族が滅びることを予見しながらも、アルジュナとの一騎打ちを望む。クリシュナが、カルナの説得を諦め帰還すると、 今度は、クンティーが、カルナの説得を試みる。クンティーは、自分が、カルナの生みの母であり、パーンダバが血を分けた実の弟であることを告げ、肉親の情によって、パーンダバの味方になるよう懇願した。しかし、カルナはこれも拒否する。クンティーが生まれたばかりの自分を川に流したことで、クシャトリアでなくスータの息子として生きていかねば、ならなかった恨みを言いつつ、 また今更願えることなどできないと述べ、パーンダバ側へはつかないと主張した。しかし、私と互角に戦える、唯一の公敵種アルジュナだけを相手にすることを誓います。どちらが倒されようと、私の栄誉は傷つかず、あなたの五人の息子の数は減ることはありますまい。私かアルジュナのどちらかは生き残るのですからと告げる。クンティーは、悲しみに打ち震え、 カルナを抱きしめながらもこれを受け入れ、互いに祝福が与えられることを祈り、二人は別れた。戦争が始まるに至り、各陣営は、葬式官を任命する。カウラバの葬式官に選ばれたビーシマは、自らに叶うものはアルジュナのみと言い,い、また、カルナと自分、どちらが先に戦うかを引き受ける条件とした。これに憤慨したカルナは、ビーシマが生きている限りは、戦争に参加しない。 彼が死んだ時代わってアルジュナと決着をつけると言い放った。これにより、カルナは、ビーシュマがアルジュナにより、矢の床に沈む10日間の間、戦争に参加しなかった。また、戦争前に、戦士らの実力を評価する際には、ビーシュマや、ドローナはカルナを、犯人前であると評し、これにもカルナは憤慨し、トゥルヨーダナは、自陣の決裂を恐れて、必死になだめている。 ユディシキラとの戦い、ビーシュマがアルジュナに倒され、2番目の葬式官のドローナが死んだ後、カルナはカウラバ陣営の3人目の葬式官となる。カルナはクリシュナの操る戦車に乗るアルジュナに対抗するため、自らの戦車の御舎にマドラオーシャリアを望む。御舎などできないと拒むシャリアをドゥルヨーダナと共に説得したカルナは、シャリアを御舎として戦場をかける。しかし、 もともとシャリアはパーンダバ五兄弟の末の双子のおじであり、パーンダバ側で参戦するつもりが、ドゥルヨーダナの罠により、カウラバ側で参戦することになっていた。シャリアの心はパーンダバにあり、ユディシティラに協力を申し出て、カウラバの戦意を削ぐことを約束していた。カルナはパーンダバ五兄弟と次のように戦った。また、カウラバ陣営を苦しめたアルジュナの息子アビマニュについては、 ドローナ、クリパ、アシュバッターマン、クリタバルマン、シュルタカルマンらと共に囲んで追い詰めて殺した。黄金の鎧と引き換えに得た、アルジュナを倒すためのインドラの槍は、戦争14日目で追い詰められた自人のためにビーマの息子で、ラークシャサの母を持つガトートカチャに投敵され、その命を奪った。カルナの死戦争17日目でカルナは、アルジュナと一騎打ちの機会を得る。この時、 アルジュナに恨みを抱く竜王、アシュバセイナは矢に化けてカルナのエビラに潜んでいた。一度は知らずにこれを放つがクリシュナがアルジュナの戦車を地中に沈めたことでカルナはアルジュナの首を落とし損ねる。再び矢をがえようとしたカルナはエビラに再び入ろうとした矢を呼び止める。矢は自らを使ってアルジュナを倒すようカルナをそそのかすがカルナは自身の力で アルジュナを倒すと主張し尻け、戦車が埋まって動けないアルジュナに別の矢を追いかける。アルジュナはこれに対し数倍の矢を言い返し、それによりカルナは意識もうろうというところまで追い詰められるが、アルジュナはカルナの首を落とすことをためらう。クリシュナの進言により矢を放つも、この隙に意識を取り戻したカルナは再び応戦する。しかしその瞬間に、 パラシュラーマから受けた呪いによりブラフマーストラの呪文を失念し、戦車の車輪が地中に沈む。カルナはクシャトリアの方を持ち出し、戦車を引き上げるまで攻撃の手を緩めるよう求めるが、クリシュナはそれまでのカルナの悪行を指摘し、カルナは恥じいる。放たれるアルジュナの攻撃を戦車を降りたままカルナは迎え撃っていたが、ついにアルジュナのアンジャリカヤにより、 その首が切り落とされた。カルナの死を知ったドゥルヨーダナは、悲憤の涙を流し、その死を痛んだ。死後、カルナは昇天し、スーリアと一体化したとされる。戦後、カルナは、クンティーの告白により、パーンダバたちの兄として迎え入れられ、その死を痛まれる。特にユディシティラは、自らの兄を弟に殺させてしまったことを深く、後悔し、 好意を捨てて森へ隠遁することを考えるまで思い詰めている。カルナの最後については同様の話がスーリアにも見られる。すなわち、カルナの父であるスーリアとアルジュナの父であるインドラが戦った時、インドラはスーリアの戦車の片方の車輪を外すあるいは埋め込むことによって勝利したとされる。この神話上の対立構造が女ジ,ジシでも見受けられるのである。 またスーリアが二人の母を持つように、カルナも二人の母を持つ。神話学者、吉田厚彦は、比較神話学の見地からカルナを取り上げ、王神天皇の伝承と比較している。注釈マハーバーラタでは、カルナの結婚生活について明らかにされておらず、妻の名前は明記されていない。彼女らは民間伝承やフィクション作品の題材となっており、そのほとんどで、 カルナには二人の妻が存在している。様々な情報源に様々な名前が含まれており、ブルシャリ、スプリア、パドマバティ、チャンドラバリ、ボンヌルビ、ウルビ、タルサ、またこの名前の中で最も人気があるのはブルシャリとスプリアである。ありがとうございます。